こちらが訓記になります。立派なサイズですけども、 A3 の倍の大きさですね。 A2 というサイズになります。コピー機でもね、入るのは A3 までですから、非常に立派な大きな証書になります。国立印刷局でもって製造しているんですけども、まあ特殊の紙ということで、粘土を敷き込んでるってことなんですけども、画用紙とは違って非常にいい質感の紙を使用しています。周りには、菊の紋、霧の紋をずっと交互に並べた模様が入っています。菊の紋、霧の紋ともに天皇家の紋として長く日本では使用していっています。勲章の証明書になるわけなんですけども、書き出しは日本国天皇はということで、天皇陛下からの授与であるということが、しっかり書かれております。瑞宝探考賞を授与するというふうになっておりますけども、探考賞というのは、まあ、元は勲六等ということを表していました。本来は、天皇から、勲位という位を授けるということで、勲六等に叙するという叙勲の叙という字が勲記にもありまして、そういう勲位に勲章が付随してたというのが勲章の始まりに なっていたんですけども、南等という、等級を今数字を取りましたもんですから、叙勲の叙の字が勲記にはなくなりますけども、勲章を授与するという文面に今にはなっています。皇居において字を押させるというふうになっています。この字というのは、真ん中にここに半があるわけなんですけども、これは大きいという字を崩してありまして、大日本国字というふうに、まあ、国の印であることを意味しているわけなんですけども、これを、陣下に、押させると、まあ、陛下が自分で自ら押すんではなくて、侍従がやってくれっつとファッと押してくれるもんですから、字を押させるという表現になっています。他にも、御名御字、陛下の印ですね。御字という時にこの字というのを使うんですけども、まあ読みとしては勾玉とも読みまして、天守の印を意味します。まあ国天守の印、王様の印、あるいはこの国の印という時にこの字というのを使用されています。秋の叙勲テスト11月3日、春ですと4月29日と、こちらの方が春秋でいただく叙勲になります。亡くなった時にいただいたり、高齢者叙勲でいただく方もあるんですけども、その時にはこの日付が変わってきます。内閣の閣議決定でこちらの方決まるものですから、内閣総理大臣のサインがこちら入っています。まあ、一枚一枚書くわけではないんですけども、本人の辞書の字を使って訓記は作成されています。国の証書ですので、まあ、こちらが、まあ、証書としては本当に日本では一番大きい証書ということになってまして、非常に立派な作りになっています。